147？147？ こんばんは。どういうことよ。どういうことよって。こんばんやっは。てたら上がっちゃったんだよね。俺まだ12だもん、俺。俺それの12倍ぐらい。俺まだ12サークルなしだもん。さっきも言ったけどさ、今、うん、レイヤー亜種装備をね作ろうとね頑張ってるんだけど、うん、素材がないと、ね、そう、紅玉とのノバクリスタルとあとはノバクリスタルは、うん、あとレイヤー買ってれば適当に出る骨があればいいんだけど、あ、今そんなさ、モンスターのさ属性とかさ、うん、考えてなんか装備を選んでるとかそういうレベルに達してないからさ。私もモンハン買ったよ。まあそれはしょうがねえ。マグダロスなんだよ装備は。今何装備かな。毒じゃねえ、なんだっけ、あれ。お邪魔します。中毒薬忘れた。俺も忘れた。はい、あ、リスナーがね一人参加してくれた。今何装備かな、今リオレイヤーの亜種装備とマグダラオスの装備が混ざってる。で今リオレイザー亜種の装備を集めよう頑張ってる。まあ玉さえ出ればすぐでしょ。うん、玉さえ、あとあノバクリスタルは頑張って掘んねえといけない。うん、掘って巨難信号出せばいいのか。場所え、ほんといつ見てもさ、あなたのお供の名前がお供っていうね、うん、ちょっと俺に名前のセンスはなかった。フィールドとかさ移動してたら、うん、出てくるでしょたまにリストに載ってる人のお供がさ。ああ、ある。でもお供ってやつがいるんだよ。フィールドに。安定だの。お、おった。やばい、すごいやりづらい。ここせいや、あこのコミュニケーションショートカットもねちゃんと配置してないからこんなんしかないんだよ。まあ俺も定型文しかまだないしね。さあハンターランク100超えの力を見せてくれ。見せてやる。あ、体験か。体験か。なんか今回体験微妙なんだよな。そう？うん。あ、よし。おー、ナイス。これサードやってた頃乗っかりなんてなかったしさ。なかったね。モーションがよくわかんなくて、この耐えるっていうのやってなかったからね。それね、耐えるってやつスティックの移動でなんだっけ、無視できる。へえ。タイルあるけどないようなもんだからね、これ。なんだ。よいしょ。ぴったり。タメ切りもね、結構めちゃくちゃやってたから最初。さあ来た。ほんとみんな名前のセンスあるよね。ん？名前？名前、かりんとうとかさ。ああ、食べ物系の。この前なんてキム・ジョウンって人いたもん。センスあるわ。アッシュなんかところどころ妙なところ硬いから嫌いだわ。なんだっけ、尻尾の根元あたりとか。そう背中とか硬いよね。こいつ一回買ったからって攻撃が簡単に出ると思ってないし。本出ない人はマジで何十体やっても出んよね。ほんと。あ、解毒持ってたわ。なんで。おお。うん。ああ。切れ味が
ピオラ内で。あ、乗った。おお。どうなんだろう、この乗ってる間はさ、攻撃をしてやらない方が、しまくって、全然しまくった方がいい。ああ、ええの。うん。その方がノリが早く終わる。あ、そうなの。うん。いいね。いや、切れ味もう切れ。早い。そもそも、あなたの武器のさ、デフォの切れ味って何色になってるの？大体青。青？うん。緑だけど。その武器は、しょうがない。割と気に入ってる武器なんだけどな、これ。まあ、威力も高めだけど。それ使うんだったらな、軍機使いとか欲しいかな。そんなね、武器厳選してる程度のレベルに達してないから、ボーガン使いたいなとか思ってるけど。なあ、おお、ボーガンってライトボーガン楽しい。ボーガンならヘビーボーガン使いたいな。いや、まあ確かにそうなんだけど、単純に俺がヘビーボーガン嫌いってだけなの。ぜひとも4人ヘビーボーガンで固めてザラララってやりたいけどな。なんつうんだろう、残念ながら今火力だけなら弓の方が出ちゃう。何？いや、弓は銃より強しか。そう、まあ、ちょっとスキル必要だけど。フレンド申請送って大丈夫です。あ、全然大丈夫です。超大丈夫。早い早い早すぎる。で、今尻尾掘ったらね、激鈴が出てきたわ。間違った。何を言って。お前じゃ違った。これだからショートカットは。俺もね、ショートカット結構誤爆、便利だけど誤爆することがあるんだよね。本当な。この前なんてモンスターの目の前で砥石使って死んだから。よろしくお願いします。なんだお前やんのか。お前これ楽しんでる。何それ。何それ。あ、これめっちゃハマると面白い。へえ。でい、あ、危ねえ。危ねえ。送らせていただきました。はい、砲玉、砲玉じゃない、攻玉、攻玉、ノバクリスタルがあったわ。ここで出るか。砲玉ないな。もうちょっと絡んといけないな。で、ノバクリスタル手に入ったから、どうか頭が作れるはず。うん、あったけど、これハンターランク30以上の報道ダメだ。30？ 早く進めないと。すまんな。言ったらネタバレだから。ネタバレしないで。よし。あとね、本当はあと攻撃だけだな。あ、本当に攻撃だけ。本当に攻撃だけ。こんなね、モンハン全然進めてないけどね、そんな僕でも腕相撲はまだ誰にも負けてないから。腕相撲、腕相撲。あったね。今のところまだ無敗だから。無敗かよ。無敗だよ。やったことない俺。今周回エリア来ちゃったけど。なんだろう、この腕相撲ある。おっと。よっしゃ。めっちゃがっかりしよう。誰かやるか。
お前がやるか。おお、俺やったことないから何もわかんないけど。丸を連打すればいいだけだ。あ、そうなの。そうだ。あ、やべ、連打。あ、やべやべやべ。おっと、あーえ、ちょっと待って、あの、今のはね、あの、チャットリストを開いちゃって、あの、よろしくお願いしますを連打しちゃったの。違うの。何してんだよ、はい。これでもう、はい、連勝記録ストップしてしまった。あらまあ。ご飯食べよう。あ、もう食ってるよ、ね。俺は食った。食ってた。じゃあまだまだアッシュ行くか。あのフリークエストのさ、リオレイヤーアッシュなんだけど、オオアリ塚バージョンとあとオカサンゴバージョンがあるんだよね。なあ、オオアリ塚はだいたいさっきの場所にいるから楽っていうか、俺サンゴの方の初期位置がわからない、ね、俺もわからない。あ、オオアリ塚だわ。うん、それ取ってて意味ないよ。お、ちょっと翼竜落とされた。事故ったか。事故ったわ。まあいいや、拾っていこう、これ。うん、やっぱ安定のここだよね。圧倒的体験率だ。よし、お閃光玉強くね。強い、閃光玉本当に強い。今回翼系は絶対すぐ落とせる、すぐ落ちるもん。うん、せい、あー、高級ミミセン欲しい。危ね。おお、なんでしょう、あの高ランク勢は絶対に閃光玉を持ち歩いてる的なあれか。まあそう言っても過言ではないっていう。え、何これ、達人の、うん、あ、これはあの会心 50% 上がる。素晴らしい。めっちゃ強いよ。なさ、参加してくる人みんな俺の知らないものばっかり使うんだ。もっと進めて。え、まだ50時間ぐらいしかやってないから。ダメだな。だからさ、あの記憶にあるんだけどね、あのモンハンセカンド G とかが流行ってた頃の CM、うん、になんか CM? あー、 PSP を持っててさ、芸人が4人ぐらいなんか集まってやってるような CM が、うん、あったね。そうそうそう、で何百時間とか何千時間とか出るからさ、うっそだろってさ。だからやる人はそんぐらいやるもんし、すげえよな。まんべんなくゲームやっちゃう派だからできないもん。あ、まあ、それだと確かに進まないな。こんばんは。はい、こんばんは。いや、かつてこれどこ柔らかいの。あ、背中、頭が一番、あと羽。攻撃どこ落としてくれるかな。どこと、それはちょっと分かんない。運だもんな。あと、あの、なんだっけな、モンスターのさ、効率狩りとかなんか、1分以内にさ、狩るとかさ、あるある。効率的にモンスターを狩るっていうのだと、なんだっけな、うん、モハントライにいた、なんとかトリオン、なんだっけ、アルバトリオン、それしか知らないもん。トライだったっけ。あれ、トライじゃなかったっけ。サードじゃねえ。あの初登場はトライだったはず。やべ、トライとサードどっちが早いか分かんない。トライが先だ。あ、トライなのか。攻撃、いかに身体面を当てるかみたいな。攻撃がない。はいはい。俺のチケットは。あ、古代寺かい。古代寺だよ。何も見てなかった。あ、俺古代寺だって知ってたのに、こっからリスしちゃった。
めっちゃ砂漠だと思ってた。こんなところに出るわけないもんな。こっち行こう。ちょっと待って、どこだ古代樹な。こっちかな。すでに追跡が出てる。古代樹本当に入り組んでるよな。うん、古代樹またちゃんと覚え、きた俺も全然よく行く場所しかわからん。こんだけ違うマップをよく作ったと。ねえ、方向音痴に優しくないマップを。わあ、溜めすぎた。おしおい、リオレイヤーはもうどこもかしこも柔らかいから狩りやすいわ。あ、でもなるべく頭とか鼻あたり狙った方が。あかん。あ、これ上確か取れるよな。こっち来ないかな。うん、なんかあったっけ、この上の岩の塊。あーあってね、これ落とすの絶望的に下手くそだからさ。今かな、これまだだったな、まだだったな。あ、まあいっか。双剣が荒ぶってる。違う、グッジョブじゃねえ。また誤爆か。これほんと誤爆するわ。いやしや、尻尾取れた。あ、やべ、神回避。待って、おお、ずれた。あ、そっか、尻尾切ったから。尻尾はもう切れてる。叫ぶな。出た、達人。達人本当に強い。あ、弱った。効率御用達じゃないのこれ。罠。お、そうだった。うん。おお、尻尾噛んないと。早い。めっちゃ早い。秒で終わ、秒は言い過ぎだけど。尻尾どこ。尻尾ね、あの尻尾どこだっけ。なんか来た。尻尾、あ、ここだ、ここ。これ無理だな。ルー、うん、おん、おっと、激凛だ。いらねえ、いらねえ。なんでそっちなんだよ。でも次行って取れなかったらもうまた今度にしよう、レイオレイヤーは。諦める。いや、もうチケットが底をつくわ。あ、そういう、そういう。じゃあ何行くんだ。リオレイヤーとりあえず次もう一回行って、うん、フリクエを消化。フリクエか。いや、任務だな。任務進めた方がいいな。